Dude, that father is 10 men perm. はい、みんな座ってください。座ってください。座ってください。今日はみんなにですね、大事なお知らせがあります。大事なお知らせがあります。我々家族は、今年の冬、スキー場の近くに住むことになりました。さあ、どういうことかというと、来年2020年の1月1日から2020年の3月31日まで、30日までかな。この3ヶ月間だけ、新潟県の湯沢町というところに住んで、父ちゃんも母ちゃんも湯沢町でお仕事をすることになります。そして、小鳥と葵も、その3ヶ月間だけ、湯沢町の小学校に通うことになります。スキー授業あるよ。今回は、いわゆるね、2拠点生活とか、デュアルライフって言われてるんだけども、2つの拠点に住んで生活をするっていう、こう、新しいライフスタイルを、私たちの家族は挑戦しようということで、湯沢町っていうところと一緒にやりましょうっていうことになりまして、そこに3ヶ月間だけ冬の間住むことになります。どういうところに住むかというと、今父ちゃんと母ちゃんが考えてるのはスキー場のすぐ近く、小鳥と葵が小学校から帰ってきてただいまって帰ってきたら、もうそのまんま放課後はスキーができます。毎日です。そして父ちゃんはもう一つもう一つ挑戦しようと思っています。それは何かというと、その3ヶ月間だけ、おじいちゃんおばあちゃんと一緒のうちに住もうと思います。どこだけ？みんなで。父ちゃん、母ちゃん、小鳥、葵、おじいちゃん、おばあちゃん、みんなで住もうと思います。来年の冬から。まあ言ってもたった3ヶ月だけなんでね。春になったらまた松戸に戻ってきて、松戸の小学校に戻るんだけども、実は当時は校長先生にも相談していて、そういう働き方をしてみたいんですけども、いいですかって言ったら、校長先生は、それはそれは面白い。ぜひ協力するから実現してくださいって言って、校長先生のバックアップもあって今回そういうことができるようになりました。なのでまだまだね、半年以上先の話なので、今すぐどうこうするってことじゃないんだけども、冬に向けて徐々に徐々に新しい部屋を決めたり、向こうに住むところを決めたりとか、それから住むところが決まったら少しずつちょっと暮らす道具をね、移動したりとか、そういうことを、大変なこともあるんだけども、まあ他の人たちがやったことのない人生というかね、働き方、暮らし方、それから君たちの育て方、他の人があまりやったことないような新しい挑戦をしていって、楽しいことばかりありますように。楽しいことばかりありますように。楽しいことばっかりやっていこうと思います。学校って？学校？学校は湯沢町のね、湯沢学園っていう小学校に、その3ヶ月間だけ限定であなたたちは通うことができます。もう連絡してあるの？うん、もう連絡してある。そして湯沢っていうところはものすごい雪が降るところです。母ちゃんが住んでる長岡よりももっともっと雪が降るところで、なるべくスキー場の近くの家を探してそこに住んでみようと思います。なのでユーザーの3ヶ月間は学校から帰ってきたら学童に行くんじゃないです。お家に帰ってきて、多分おじいちゃんが毎日スキー場に車で連れてってくれる。あんたたち毎日スキー。さあ、そういうわけで、一応予定は来年の1月から向こうに移住しまして、春までの3ヶ月間、まあ、新しい
ライフスタイルっていうことでね、挑戦してみたいと思っています。いろんな人たちがね、今回のプロジェクトを応援してくれてるので、その人たちの期待にもね、応えられるように。じゃあ何で応えたらいいかっていうと、俺たちはとにかく楽しい毎日を過ごすことが今回挑戦することの大きな目標です。他の人たちがやったことないような楽しい雪国の生活をしてみようじゃありませんか。知らない人いっぱいの学校、速攻で友達になる、みんな超仲良し、何の心配もないって言ってた。向こうの人が電話で言ってくれました。小鳥ちゃんと葵くんが来てくれたら、みんな速攻で友達になってくれて、みんなでスキーとかできるから絶対楽しいですよわよし、みんな楽しみだね。というわけで、父ちゃんは天然パーマ、我が家の新しい二拠点生活のプロジェクトが始まると思います。ぜひ皆さん応援してくれれば嬉しいです。せーの、はい、最後まで見てくれてありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いします。Dude, that father is 10 men permed!